まずちゃんとねバランス取っていけば補助的に使うだけでね、もう鎖にねしがりみについてね、このリペリングってやつですか、うん、救助隊のもう丹沢のねあっちの重走路みたいにそこまでやんなきゃいけないほどのねやつじゃないんでね、まあなんとかなりました。確かねこの矢櫃峠板積尾根の鎖場はここだけだったはずです。表参道はね大山のあれはあれできついんですけどね、こっちもねこうやってねあんな鎖場があったりしますしね、ここら辺ねまたねもうガレバザレバでね道が悪いんでね、ちょっとばかりねなんつうか観光気分では無理ですね。いや本当ね大山って観光気分で登ると多いみたいですからね。表登山道のね始めなんてね石段ですからね、ちょっと古びて急ですけどね、だから、まあ、急だけど石段で上まで上がるんじゃないのなんてね、で行ってみたらすぐねガレバザレバでひどい目に遭っちゃうんですよね。だから途中でねよくへばってねもううずくまっちゃって一歩も進めないっていう人よく見かけますからね。花の季節は終わったと思ったんですがね、いやけなげに咲いてますね、まあ、なんて花かよく分かりませんけど、でもこれが散っちゃったら終わりのようですね。もうね5月のね花のシーズン、そう3、4、5の花のシーズンを終わったらねもうあとはもう緑の季節ですからね。いやどんどんきつくなっていくな。確かここをね登り切ったらだいたい半分のはずなんですよ。あそうだそうそう、この縦札ね大山まであと 1.2 キロね、うん、ナンバー2ですかね、だいたい半分ですよ。いやほらねまたこうやってねいい感じになるときついと思った後にはねこう一息つける、これだからねいいんですよ。このなだらかな道の先にねでーんとそびえてるこれをね登るわけなんですけどね、あでももうちょっとって感じだよな。いつもはここら辺でね自撮りするんですけどね、まあ、今日は矢櫃峠で撮ったしちょっとそこでのんびりしすぎたんで通過していきます。いや今日本当ねいや人少ないなって感じですよ。まあ考えてみりゃ自分がね矢櫃峠出たのもうバスのない時間ですからね、確かもう10時前に確か着くんだったかな、それのあとバスがないんでね、だから当然来る人少ないわけですよね。かといってこう下ってくる人もまだまだだから、ちょうどそういうぽっかり空いた時間帯なのかな。まあ大山はね、うん、まあ表参道の方がメインですからね。で問題はねそっちから上がる人がワンサといてね、また頂上混んでたら、うん、場所取り大変だなってね、自撮りするのも飯を食うのもね、あと半分ですよっていう感じのね縦札からなだらかな道出てでねドーンとそびえ立ってるなって、今そのねそびえ立ってるなっていうその中をね今歩いてるわけなんですよ。いやー登りきついですね。こっから先はね平場があっても短いですからね、ただ本当にまた山の表情が変わってきますね。いやこれがね確か過ぎるとね本当にこれぞ丹沢っていう木道区間がこの後出てきますからね。あーほんとでっかい岩だな、動画には映りませんがね、ほんと風は爽やかですよ。ここに番号3番、あこれはねなんか事故があった時の連絡用でまああんでしょうけどね、でもこれ何番中のねこう5番中の3番とかね20番中の3番とかそういうのあると助かりますね。どこら辺今来てんだかってね分かりますんでね、いやこれねあといくつあるのか分かんないですからね。このベンチが見えたってことはもうちょいか、もう本当にねベンチ見たらもう座っちゃうって感じですよ。こっちはね立ち入り禁止です。うん道ありそうですけどね、
もうそこの縦札のとこで終わってますからね。今のベンチのこの場所でね、どうも標高が900、1000くらいもうあるみたいなんですよね。ちょっと地図で見てみたんですけどね、いやー通りで、ね、涼しくて爽やかなわけですよ。この時間でもう昼前なんですけどね、麓の方じゃね、今日は最高気温29、30ぐらいで、湿度もね 70% ぐらいなはずなんですよね。いやここ全然ですよ、本当に下の方からねクーラーのようなね乾いたね涼しい風がふわってくるんですよ。いや極楽ですよ。もう5分くらいいるとちょっとゾクッとするぐらい寒いんですよね。いや本当ね、やはり山はね1000メートルあたりからね本当に涼しくなってきますね。100メートル上がるごとにね 0.649 下がるってことはね、もう麓に比べたら 6.5 度近く低いわけですから、そりゃ涼しいですよ。丹沢名物木道ですよ。まあ他のところにもありますけどね、特に丹沢はこういう区間が結構ありますからね。よいしょ。頂上近くになるとねこういう工作物が多くなるっていう法則なんですよ。ここら辺はね、首飾りはね外れかけていたのとね、暑いんで取りました。まあ、このアクアのコース服ね、なんだかんだでね体温調整できるんで本当に便利ですよ。まあもともとね山登る服装じゃないんですけどね、自己責任でやって売ります。だから真似する人も自己責任です。私は知りません。まあ、それはともかく本当これ登るとね下りはえらい違いですね。11月にね去年のね大山行った時ね、下りでねこのコース使ったんですけどね、いや下りの時は本当にね、いやこれいつも登ってる板積みをね買ってくらい、もう広々としてうわいいないいなって感じでしたけどね、本当に楽々スタースター降りましたけどね。登りはやっぱりきついですね。登るは登るでもね、まあそんなきつくなくゆるゆると登ってきましてね、そう確かこっからねこの木道を歩いて最後まで行くと大山表参道と合流のはずですね。木道舗装が終わりました。で土の道、間違いない、この先がね表参道ですよ。ここはね記憶にあります。でねこっからのねこの左側の眺めがまたいいんですよ、ね、この感じね。あっちはもう山の上ね、もう切りかかってますね、雲の中ですからね。こっからね転げ落ちたら大変ですよ。ちょっとね石とかあるんでね、滑っちゃ本当危ないんで要注意ですね。向こうの方に確か富士山見えたはずなんですけどね、ちょっと無理のようですね。まあ梅雨ですからね、さっきのね展望台みたいなとこを過ぎちゃったらもうね合流です。いやさすがにね表参道は賑やかですね。あまだまだ登ってくる人もいますね。あでも賑やかって言ってもそんなね人でごった返してるってわけじゃないですね、まあ、大山にしちゃ少ない方ですね、まあ、これなら頂上のんびりできるかな。まあわかんねえな。問題はこっからなんですよ。この残り300がねきついんですよ。でここは4番か、まあこんなもんだろう。さてそれではね表参道と合流して大山山頂目指しましょう。こっからがね大変なんですよ。